93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋伸之です。花伸之です。平野ノラです。ナイツ The Radio Show、 今週もよろしくお願いします。お願いします。みんな演技上手すぎちゃう？ちょっと考えたんですよ、つかみ。みんな演技上手すぎちゃう？あの生えすぎちゃうね、はい、ギャロップのつかみで。ああ、なるほど、はいはい。いや、みんな生えすぎちゃうっていうのを。みんな演技上手すぎちゃう？花さんが。棒だから。ね、そっかそっか。瞬時によくわかりました、今の。すごいですね。ほんとすごいですね。よくわかりました。よくわかりましたね。みんな気づかれすぎちゃうっていうつかみ。いいね。いけそうじゃん。それにしてもみんな気づかれすぎちゃうっていう。お客さん気づかれないから。お客さんより気づかれないから。お客さんだからあれ成立するの。いや、そりゃそうよ。生えすぎちゃうっていう。生えすぎちゃう。お客さんも今演技力別に出してないから。出してるだけだから。なんて言えばいいのかな。って言えばいいのかな。あのつかみ欲しいじゃん。いや、あれはやっぱ林さんしか言えないんじゃない、やっぱり。みんな生えすぎちゃうわ、やっぱ。一瞬で面白いのは、やっぱ見た目にそういう特徴ないの。ノラちゃんなんかできる、あれ、ギャロップのつかみ。なんだろう、みんな。みんな生えすぎちゃう。あれ、端的だからね、端的。まっすぐは生えすぎちゃう。生えすぎちゃう。一言。毛利さんも、まあまあ、ハゲてるけどね。ハゲてきたよね、やっぱり。ハゲてきたよ。ちょっとおじさんになったなって。もうね、昔から知ってるから。特にその何、結成当時の写真から、CG でさ。変わる。そうそうそう、あれ、なんか良かったね。ああね、すごかったですね。見事にこうね、経過した年、年齢を感じさせる。ね、いい演出でしたね。小沢さん、年取ったなって感じしました。小沢さんね。一番あの幅がね、大きいからね。予選の時のノーメイクの小沢さんとかね。そう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 。本番はね、メイクしてるけど。そうです、そうです、そうです。小田さん結構肌荒れたりする。荒れたりするから。その時はノーメイクだからね。不摂生してるからな。不摂生だしね、やっぱり。本当に。そうだな。小田さんも白髪も、金髪だけど白髪もわかるし。そうそうそう。そうだね。いやー、そうか。年月を感じさせたね。いや、本当に。年月感じたね。感じましたね。ギャロップ。嬉しかったね。西織さんだってかっこよかったもん。やっぱ。西織さんを、やっぱり声出して笑ったのが、ネタないのにここに立ってるメンタル。メンタルすごくないっすね。そうそうそう。食べ物吹き出したからね。そうそうそう。いろんな。ネタないのにここに立ってるメンタルすごいよ。すごいよ。西織さんね、やっぱすごいなって。すごい。滝沢さんがさ、もうさ、なんつうのかな、この、あんなに6分持て余すか。あ、そうだよな。あ、そうそうそう。そんなツッコミねえだろと思って。そうそうそう。そうなんだよな、とか。そうやな、もうほんと。いや。すごいチャンスなのに、なんかもうちょっとやればいいじゃんと、ね、すごいチャンスじゃん。そうですね。あれ絶対なんかネタやってたら優勝してたと思うよ。そうですね。もうね、3本あったらね。いや、3本あるだろ。二十何年やってんのに。なんでねえんだよ。なんでねえんだよ。最後詰め込んだ。3本もないんだよ。なんでねえんだよ。後半一生懸命。あるだろ、そもそも。何でもいいんだから。意味がわかんないんだけど、そこがね。いや、すごかった。面白い。いろんな感情が見えましたよね。いや、そうですね。すごかったですね。すごかった。うん。やっぱ笑っちゃったもん。笑っちゃいましたね。本当に。でも結局こうやって、印象残ったコンビってマシンガンズ。そうですね。ギャロップ。まあ3回やってるからね。うん。っていうのもあるからね。うん。っていうのあるでしょうけどね。やっぱ超新塾のワクワクさんとかも皆さん忘れちゃダメです。忘れちゃダメですよ、超新塾の。ワクワクさんがね、もっと早ければ。ワクワクさんが。ワクワクさんのやっぱり爆発力は、ちょっと、うん。アイク部分が多かった気がする。そうですか。アイクも浸透しちゃってるからな、アイクは。雑魚が一緒っていうね、ところが。雑魚が一緒、面白かったですね。営業のつかみだったもんだよ。雑魚が絶対受けるよね。絶対受けるじゃん。いや、でもゲスト来たメンバー、三四郎もすごい良かったんじゃないですか、一本目。一本目ね。三四郎も昨日も一緒でしたけどね。はい。もうめちゃくちゃ受けたね、ちょっと。ね。いや、そうですね。やっぱ、勝ったと思いました、みたいな。言ってたもんね。二本目は、まあ二本目はね、さすがにちょっと、わからなかったんですけど、みたいなね。やっぱ一本目の、なんか、確かに神がかってた。神がかってたね。神がかってましたね。神がかってました。やっぱ、最初漫才面白いんだっていう印象が、やっぱ、ついたんじゃないですか。そうそうそう。世の中にもね。だから昨日の営業は、もう三本目でやる予定だったんで。ああ。まあ昨日の今日だったからね。ね。やってましたけどね。伊勢のね。伊勢の営業。早坂営業は。いやすごかったよね。ね、熱い戦いでしたね、みんな見てたよね。みんな見てて、全
然なんかあっという間でしたけどね。4時間4時間あったんでしょ。あっという間でしたね、うん、そう4時間だよ。そうお客さん大変だったね。お客さんはもう、ね、お客さんに結構聞いたよね。結構聞いてましたよ。結構お客さんのコメントなんかお、これがちょっとなんか今までの大会ない。結構だから余裕があったんだろうね、時間に、うんうん、ギリギリではないもんね、ゆったりと。あるからお客さんもドキドキしますよね、聞かれるんじゃないか。審査員、ゲスト審査員がいないから、うん、そこの人たちのコメントの時間もないからね、うんうん、だからそこをお客さんに聞くのと、あと東野さんがトークで、うん、まあおつないで ね、 ね、松本さんとな、やっぱりね、面白いね。なんかいい空気がすごく素晴らしかったですね。なんか今日はあれですよ、うん、電話がつながってるみたいですよ。あ、でもノラちゃんの成り行き街道旅の話、いやいやいや、いい、聞かなきゃいけないから、いやいやいや、つないだ方がいいんじゃないですか。出たんでしょ、成り行き。その話も聞きたいんだけど、まあ、行きましたけど、まあまあいいんですよ、今度でね。変わったんだもんね、原市から。そうそうそう、原市さんから花子になりましたけども、電話先で待ってると思う、ね、待ってますから。ザ・セカンドの話したら、そうそうそう、電話買ってくるって聞いてたから、うんうん、いつだってできますから、成り行き街道旅いつだってできるから。いつだってできるから、聞きたいんだけどね。わかりました。だからちょっと電話に、電話の後でも、そうですね、電話に。じゃあちょっと電話つながってるんで、マシンガンズのお二人と、マシンガンズのお二人がつながってるんですか、はい、準優勝の、はい、すごい、マシンガンズのお二人、もしもし、もしもし、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、本当に最後ね、言ってた展開になりましたね、なんかラジオショーで。ね、3本目ネタがないって。え？ネタがなくなるって言ってましたけど、ラジオショーで。やっぱり本番までに間に合いませんでした。間に合わないでしょ。だから、花輪くんがネタがないって切れりゃいいよって、俺本当にそのまんまやったよ。本当にやってましたね、そうやって。本当にやってたけど。ナイツのラジオ出といてよかったよ。いやいや。にしても、すごい、よくやりきりましたね。ねえ。そう、最後ね、ちゃんとした決まってるのが3つぐらいしかなくてさ、それで6分やんなきゃいけないから、もう、上が止まんなかったよ、俺。不安でしょう。だって、ショーレースのさ、決勝で、もうあと、もう一歩なんだ。なんか、昔やってたさ、なんか、マックスめんどくせえみたいなやつあるじゃないですか。はい、ああいうのなんでやんなかったんですか。いや、うん、多分、興奮してて冷静に頭が回ってないんだよ。そうなんだ。落ち着いて、冷静ではなかった、ね。そんなをやればいいのに、うん、全然やんないんだもん、もう。今言われて、今、あ、こうだったって思い出した。そんなのもあったって。今思い出した。だから読むネタをね、なんか、松本さんにちょいちょい水刺されてたじゃないですか。本当にショックそう。あれも面白かったですね。水刺すんだよ。目の前がね、真っ暗になった。そう、一発目ね、まず金属バットと間違えてましたもんね。あ、そう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 。そう。なんかずっと好きだった人に、ああいうふうにされると悲しいもんだね。憧れの。そうですよね。そう、今となっては嬉しいけど、ある意味松本さんがいなければね、あそこに、そこに立ってないからね。あえてよかった。あえてよか、感謝ですよね。今はよかったなと思ってます。その、なんか逆にあれを振りにして3本目、もう思いっきりなんか読むのかなって僕は思ったんですけど。ああ、うん。ヤフー知恵袋もう足りなかったですか。あれももうなかったんですね。なんでもう、あと3個ぐらいないの、それも。用意してないの。用意してないの。俺、2本目で負けると思ってたから、全部出そうと思って、6分超えて、6分半までは大丈夫だから、ギリギリまでやったの。時間いっぱいやったんだ。全部入れちゃえと思って、うんうん、負けると思ったから。出し切っちゃったね。出し切っちゃったんだ。三四郎とかも強いでしょ。そう、強い強い。予選もね。先行だからさ、分かんないから全部やっちゃえと思ったの。うん、すげえな。で、今日、そうだよね、三四郎と戦った後に、うん、決勝までの間あったじゃない、うんうん、あったあった。袖で、二人でネタを作ってたわけ。いないよ、そんなやつ。でもやっぱり、冷静じゃないからさ、全然ネタできなくてさ。落ち着かないよ、落ち着かないよ。できない環境でしょ。でも時間は来るから、出ろって言うから、そう、もう丸腰でさ。いや、丸腰でよく出ましたね。怖かった、怖かった。怖かったね。これは、すごいっすよね。じゃあ、あれですか、まあ、初めての、ギャロップと。初めての大会の、こう、なんか決勝の、なんか舞台裏とか、なんかあんま見てる余裕なかったですか、そう、ザ・セカンドの決勝の、うん、ね、裏ってどうなってたのかなと思って。うん、あの話してるんです。あ、それに集まってくる。あ、そう、
なんかね、結構和気あいあいとしてて、うん、なんか M1 とかってやっぱりなんか切磋琢磨してるからね、うんうん、いろいろちょっとなんか喋るあれとかないかもしれないけど、そのザ・セカンドはね、結構みんな和気あいあいとしてて、うん、例えば勝負するでしょ、うん、1対1だからさ、うんうん、負けた方とかでも、なんかね、舞台袖にわらわらみんな集まってくるんだよね。対戦した方が。そうそうそう。だから、上手対、下手みたいな対決みたいな感じになってて。ああ、なるほどね。そうな、上手に分かれて。そう、負けたメンバーがどん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 集まってくるわけ。だから、最終的にもう、両袖に全員いるような感じなの。なんかライブみたいですね。楽しいと。いやいやいや、言うわけ。ね、頑張れよとか、褒、めるなよとか。で、俺、喉痛めてたから、で、周りの芸人もみんなジジイだから、みんな喉痛めてんのよ。持たない。あそこの病院がいいよとか、あとは、これ、遊郭さん飲むかいとか。いいね。どんな、ショーレースで。すごいですね。喉飴がいっぱいになりました。ああもうそっか、もうみんな50近いおじさんだからね。そうだからみんな若い手だとさ、なんかさ、うん、ライブとかネタ終わったらコーラとかなんかいろいろ飲んだりとかするじゃない、左右飲んでる人が多かったお湯飲んでる、お湯ただのポットから冷やさないようにねそうだそうそう、うんうん、もうさすがですね、そうなのよね、うん、ちゃんといけないからもう次の日にまた来るしね、無理するとね、うん、そうそうそう。でもなんか終わった後、本当打ち上げがなかったのに、うん、小沢さんが、うん、あのプロデューサーさんに、打ち上げ行きましょうよって言って、うん、なんか急遽打ち上げ行ったみたいですよね。だから、出たメンバー、ほぼほぼ来てて。うわ、すごい。で、みんなのことさ、フジテレビの人もさ、うん、いい焼肉屋連れてってくれたの。ああ、聞きました。うん。でも出てるのみんなおじさんじゃん、うん、全然肉食われん。若手だったらね、夜だし、もりもり食べるんだけど、俺、ね、一枚でええわ。来年の ネタ、ちょっと試さないでください、来年のネタ。来年の、来年のファイナルのネタ、ちょっとかな。そんなネタなんだ。たまりましたね。2年連続来ちゃったよもうねえよなんで1年あったのにまたないんだよ、ネタが。1年間何もしなかったっていう。いや、おかしかったな、でも、いい大会でしたよね。いい大会でした。この、最後ね、3本目終わって、正直、優勝ってちょっと思いました？おー。いや、これがね、本人の体感は結構興奮してたから分かんない部分もあるんだけど、帰ってきたらさ、みんな拍手してんの。で、今なり恥ずかしいんだけど、俺たちもその拍手につられて、俺優勝したと思ってた。で、バカだからさ、裏で金属バットとか超新塾とかのさ、記念撮影してるのね、そう。優勝記念、優勝記念みたいな。優勝記念ギャロップのネタなんか見てないわけ、俺ら。もうカットと思ってるから。で、発表で、もうどっちだけだよ。のこのこ感すごかったよ。なんならギャロップの3分半ぐらい一人で喋るとこが滑ってると思ってたってこと。そう、そう。あれがさ、俺たち浮かれてるから、振りだと知らなくてさ。振りだと知らなくて。あんまり受けてねえなぐらい。ちゃんと聞いてないから。ずいぶん苦戦してるなと思って。乾杯だったじゃないですか。乾杯だった。2点が多いこと、2点が多いこと。1点が5人もいたんだから。いや、 やっぱネタですね、最後はね。最後はネタ。ちゃんとしてたお客さんが。お客さん、さすが。お客さん冷静でしたね。冷静だったね。いや、でも大会盛り上げてくれました、マシンガンズが、やっぱり。ああ、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。いや、面白かった。本当に面白かったですよ。今までって本当にいなかったからね、この多分。賞レース史上。はい。最初の人だと思いますよ、ネタがなくて。人間力でね。人間力だけでね。すごかったですよ。ねえ。だから台本にして読み上げたら面白いのよ。面白い。特に滝沢さんね。なぁとか。そうそうそう。おぉいかれとかしか言ってない。何一つ、何一つ言ってなかったですよ、面白いの。そうだそうだとか。最後、西よりボケとかじゃなくて、優勝させてくれって言ってますからね。懇願ですよ、ボケじゃなくて。懇願。お願いって。ただの。お願いですかね、なんて。優勝させてくれってすごいな。それで2点とか1点つけるお客さんもすごいですね、やっぱ。させてあげないっていう。いやこれ違うなと思ったの。ねえ。うん。本当に。楽しい大会をね。そうですね。楽しかったです。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。滝沢さんにね、
あの、LINE したじゃないですか。あ、はいはい。それで、その後にね、ラリーが続いた後に、うん、で、漫才協会お願いしますって言ったら、うん、そこから滝沢さん既読スルーするのやめてもらって。既読スルーってわけじゃないけどさ。違うよ。え？西尾にと話さなきゃいけないじゃん。ああ、そうかそうかそうか。そうそうそう。そうですね。まだ誘ってくれてる？もちろんですよ。もちろん。はい。あれ、年会費いくらだっけ？年会費いい1万円。1万円ですね。あの、ちょっと負けられないかな。ごめんなさい、今ね、ちょっと負けて8000になったんだ。本当にそういう人がリアルに8000になった。リアルに8000になった。あの、じゃあ、うん、入ります。やった！やった！入るよ。8000。入る。8000だって。8000で入ります。嬉しいなぁ。8000だよね。8000です、8000です。1人4000か。あの、1人8000です。それぞれなんで、コンビで8000じゃないので。話が違うだろう。いいでしょ。いいでしょ。いいでしょ、別に。仕事も増えるし、もう絶対。わかりました。ね、漫才協会が入ってればネタがないってことなんかなかったんだから。そうだね。じゃあ、あの、ナイツのお二人、はい、の、お世話になります。ああ、ありがとうございます。漫才協会、入会よろしくお願いします。今日もなんか大変なんじゃないですか、取材の嵐とかで。あ、そうでしょう。ね、忙しい。月曜日から。仕事もそうだ、あの、取材の途中です、今。え、今も？いや、すごい、さすが。携帯鳴りやまないみたいな、マネージャーさんの。まあまあ、そんな感じはあんまりしてないけど。なんか暇そうにしてるよ。暇そう。優勝するとほら、なんかいろいろ入るから、カリ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 ってなんか、ね、まってて、優勝しなかったから全部なくなって今真っ白なの。バラシでスカスカ。いやー、じゃあちょっとぜひね、これ聞いてる関係者の皆さん、マシンガンさん。空いてるらしいんでね、ええ。ありがとうございました。じゃあまた、ありがとうございます。お忙しいところすいません。ありがとうございます。はい。マシンガンズのお二人でした。私、本当に。面白いね。本当に決勝までね、行って、ね、ノープランというかね。いや、そうでしたね。予告通りになりましたから。予告通りになったね。ねえ。面白かった。でも見てても本当優勝するかなって思っちゃったよね、一瞬ね。してたよね。囲碁将棋の予想はだいぶ外れたね。あー、まあそうか。ギャロップはもう一本目のネタし、一個しか面白いやつがないから、力果てるっていう。あいつ、文田君言ってたけど。言ってたね。全然三本ともね、言ってた、言ってた、そう、面白い。湘北みたいだとかってね、だ、うん、から言ってたけど、うん、結局、そうだよ。何のね、どれのね、どれも全部面白い。どれも面白かった。じゃあ、パンのやつのこと言ってたのかもね。あー。でも順番変えたの知ってた？何の？あの、2本目と3本目を直前で変えたの。うん、あ、そうなんですね。なんかパンの話題を他にしてたコンビがいたじゃないですか。なるほど。だからパンパンで変にこう繋がっちゃうのも嫌だから、パンが決勝か。パンを決勝に持ってって、2本目の ネタを変えたんだって言ってたね。なるほど。ギャロップの2人はね。そうそうそう。綺麗でしたね。ねえ。でも囲碁将棋と同点になったもんね。あそこが同点になったね。囲碁将棋の、うん、あの、何予想で、三四郎スピードワゴンが、すごいよ。同点だったけど、自分たちが同点になったんだ、結局。事実上の決勝だよ、本当に。事実上の決勝だよ、本当これ。ラッキー準優勝ですからね、マシンガンズ。ラッキー準優勝。フロックですから。嬉しいですっていうのめちゃくちゃ面白かったもんね、ギャロップ。嬉しいです。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ。本当だよね。面白いな。しかないあのシステムもね、素晴らしいかな。ねえ。ああ。うん、いや、面白かったです。じゃあ、成り行き感動いやいや、この話、その後にする話のトーンじゃないんだよな、なんか。でもあれなんでしょ、うん、はい、こう、番組の、ちょっと大きな改革が起こったという。うん、そうですね。澤、ね、部さんが今まで MC で、うん、ゲストさんとロケを自由に回ってたんですけど、澤、うんうん、部さんから花子、3人になって、ね、若返りで、そうですよ。花子だと、はい、そのツッコミというか進行は誰がやるの、はい、秋山くんなの。秋山くん、まあそうですね、うん、秋山くんなんですけど、まあ、進行っていうほど、まあ、進行、まあ、質問っていう感じですよね。まあ、ゲストに話を聞く、ゲストに聞くっていう感じですけども、うんうんね、やっぱもう世代が違いすぎて、うん、本当に何、うん、ですか、もう、うん、もう何ですかね、なんか不思議な空間で、もうゲストの方は一生懸命質問してました。あ、そう。で、そう、みんなやっても年上とかになっちゃうと。そうなんですよ。遠慮しちゃうよね。だからなんか面白かったです。なんか変に知らない分、うんうんうん、
気を使わないから。そういうことだよね。そう。それなんか良かったですよ。なんか世代がいろんな世代がいて、もうなんかすごく仲、ね、で、私と花子さんがすごい一気しか違わないので、すごく仲がいいんで、もうみんなで本当にあだ名つけ合って、ゲストがその日、早見優さんだったんですけど、もうみんなでもうあだ名つけ合って、本当に楽しく。あ、じゃあ、学校みたいな。早見優さん、俺とかだと、もうめちゃめちゃ見てましたとか。ちょっと緊張しちゃうよね。うん、そう。うん、マジで好きだしね、うん。っていうのがあるからさ、変にならないんだ。うん、ならないです、もう。ああ、そっか。はい、わかんないからもう。早見優さんが、なんかみんな楽しそうだからいいな、つって、うん、すんごいいろいろ質問してくれて。なるほど。そう、スクールはいくらぐらいだったのとか、週何回あった、はい、渡辺コメディスクールの話に、早見優さんが食いついて、一回質問したの。めちゃくちゃ質問してくれて、うん、もうそうそう盛り上がって、でもよかったですね。ね、新宿御苑にバラ見に行ったりとか、みんなでローラースケートやったりとか。早見優さん。早見優さん。超楽しいじゃん。超楽しいんですよ。一回ロケしたことあるよね、早見優さんと。ああ、ありましたね。あるよ、ある。うん、同じ旅番、あの、歩く番組。歩く番組。でしたね、うん、そうですね。やっぱりもうずっとアイドルの方なんで、やっぱ仕草がやっぱりこうアイドルなんですよね。うん、なんか、うん、とか、うん、なんかこういう動きとか。あったかいんだからじゃん。そう、本当あったかいんだからの。プロだからね。そうです。プロだからじゃない。こういう動きとか、やっぱりなんかこう出る動きがやっぱりね、そう。なんか可愛いなと思って。可愛いよ。可愛いですね。今でもだってやっぱりああいうアイドルの人っていうのはもうすごいんだから、うん、現役の。ディナーショーとか、すごいね、あのすごいらしいからね。あ、そうなんだ。だってあの、この前、アマレス兄弟っていうか、はい、うちでやったじゃん、はい。アマレス太郎っているじゃん、はい。あの、地下アイドルも好きなんだけど、はい、もうアイドルが好きで、あの、ココの宮前さんっているじゃん。はい、はい、はいはい、ここ。今でも追っかけやってるから。と、あと、あの、渡辺美奈代さん。ああ、うん。もう、めちゃめちゃ。全然世代違うじゃん、つったら。今追っかけって何追っかけ？だからもうディナーショーとか、ライブとかやってんだよ。渡辺美奈代さんとか。めちゃめちゃ。いや、確かあの当時は根強い、根強いっていうかすごいファンが、今でも、で、ファンと一緒に、なんか年を重ねて、なるほどね。2世代、3世代で、ずっと来てくれるって言ってましたね。へぇ、本物ですもんね、だってね。A マッソってさ、はい、鍋プロだっけ？鍋プロです。A マッソと今日朝一緒だったんだけどさ、うん、2回目の同じ番組でね、はい、ドラマのなんか番組だったの、番宣番組でさ、はい、A マッソってさ、加納ちゃんがさ、ボケじゃん。はいはい、だけど、村上ちゃんがもう全然さ、本当は進行でしょ、ツッコミ。いや、でも進行して、加納さんが進行してる。加納さんの方が進行なの。そうそう。あ、じゃあ、どっちかちょっとツッコミじゃない、加納さんの方が。加納さんがツッコミで、そう進行してる感じ。そのイメージ。じゃあ、多分あれ逆にした方がよかった。なんかその途中で、うん、なんかこうドラマの、補足情報みたいなの読むのが村上ちゃんなんだけど、はい、もう野良ちゃんよりも噛みまくるの。村上ちゃんそうですね。それできないって言ってました。野良ちゃんよりも。野良ちゃんよりも。ひどいね、本当に。ひどかった、本当に。それは相当ひどいと思いますよ。なんとか、ののか、あ、なのか、ねさんがとかも、なんとかこいつ。誰も分かってないから。なんとかねって誰だ。そうでしょうね。あ、そっかそっか。そうですね。じゃあいいんだね。村上ちゃんが、ああいう感じだから。そうだと思います。渡辺、コメディスクールでは、あ、そうか、A マスは職場出身だから来て。違うか。はい。でも、そのなんかこう、台本読みとかそういうのの、練習とかもするの？しないですね。スクールで。しないからこうなった。だからこう、誰がやるんだみたいなことってなっていくじゃん、コンビってさ。はい。そもそもマシンガンズだってさ、どっちなんだって言われるとよくわかんない。わかんないね。ね。うん。大体この番組だと、じゃあゲスト告知ありますかって言った時に、何月何日って言い始める方が大体そうだよね。進行、普段進行する人なんだけどさ、なんか決まってないコンビいるよね。いますね。あれおかしいよね、なんか。どうしてんだろうね。ね。あんまそういう番組とかそういうコーナーがないんだろうね。ないんじゃないですかね。本当はだから滝沢さんとかがさ、なんとなくやればいいんだけど、なんかできなそうだもんね、なんか滝沢さん。あかんないよ、俺、とかさ。お互いに言ってそうですよね。そうそう。意外とだからドブロックとかも、あれどっちなんだろうってのあるよね。森くんがちょっと天然だから。ああ、確かに。いざとなったら。ドブロック MC の番組とかないじゃん。なかなか見ないじゃん。ないか。佐賀でやってる。ああ、やってるのかな。うん。その時にだからどっちが仕切ってんのかなとかね。そんな芸人さんによってはそういうのがこう、絵が浮かばない人は結構いるよね。そうだよね。そうですね。ドブロック昨日めっちゃネタ飛ばしてたな。
あ、新ネタじゃなくて？新ネタはね。新ネタの歌でしょ。あれ、ノブロックってたまにあるんだけどさ、うん、すごい新ネタを急に営業でやるときあるんだよね。そう、結構。必ず間違えるよね。うんうん、間違えるって止まるんですか、ギターは。どういう。なんかね、裏で、はい、あの、練習してたんだよ、なんか、うん、新ネタを。ずっと練習してる。で、それも、危うい感じだったのね。はい。で、俺やらないんじゃないかと思ったら、やってて。で、思いっきりなんか歌ってなかった。もう、江口くんが、うん。そう。で、もうずっとその間ギターで繋いでね。もう、一小節飛ばしてたよね。黙っちゃってさ。うん、飛んじゃったんだ。うん、へぇでもなんか、常に新ネタをこう、試すからね、ドブロックは。ね、うん、いいですよね。いつも楽しみにしてます。ドブロックのあの、もしかしてだけの、はい、のさ、あの、ビデオメッセージを今日、昨日撮ってたのよ。はい、楽屋で、はい。結婚のビデオメッセージみたいな。うん、俺は、あの、同じ楽屋でこう、横で聞いてたんだけど、うん、あれめちゃくちゃ便利だなと思った。もしかしてだけど、うん、なんとか、結婚したんじゃないの？あ、誰くんと誰ちゃん、結婚したんじゃないの、うん、短くて終われんだよ。確かに。あれいいよね。俺たち、なんか、ヤホーで調べましたってさ、調べなきゃいけないから長いんだよ。ビデオメッセージ。そうだね。新郎の誰々さん。新郎ね、うん。情報とかいるじゃん。そうですね。うん、そうそう。情報とか、送ってもらう。ヤホーで調べたんですけど、二人が結婚することになりましただけでいいのか、もう、じゃあ、今度から。まあ、本当はそれぐらいのつもりでオファーしてきてるんだろうね。それで送られてきたら、がっつり3分ぐらいのネタが、ネタが来るから、こう、びっくりするね。うん。鶴瓶師匠に憧れてるから。そうね。長く、A スタジオの終わりみたいにしたいから、俺も。締めみたいな。うん、短すぎるとなんか、ちょっとかわいそうだな、うん、全然そんないい話はしてないけどね。下ネタ満載の漫才だけどね。まずは早漏のね、なんとか。早漏から始まるから。必ずこうやる。ひどいです、ね。新郎を。新郎を。長いんですよ、俺たちのビデオメッセージ。なるほど。そう。いいでしょ、短いでしょ、ノラちゃん。私ですか、うん、私は、そうですね、割とどこどこで知り合ってっていうのも全部、あの、ネルトンパーティーで知り合ったんだって、みたいな。そういうの全部、ゴンドラ乗って、うん、なるほど、スモーク焚いて、今日盛り上がってるかしら、みたいな、うん、そういう全部バブルの感じで言って、ね、はい。あ、いいね。二人のランバダ踊っちゃって、みたいな、そういう感じで言うと、まあ、うん、ちょうどいい1分ぐらいで。本当だね。はい。最後自分で私踊って、うん、なんか終わりますね。ケツカチーナが行くわ、みたいな感じで。ああ、もう結構長いじゃん。踊りはそうですね、はい。まあでも1分ぐらいで。あるね。全部まとめてね。全部まとめて。持ってんだな、やっぱそういうの。いいな、そういうのあるの、あると。本当そういうの欲しいわ。もう本当のもう、イージーパッケージでしょ、もうそのもう、ここに、ね、ここに名前をはめるだけで、はい、もう完成っていうやつが欲しいわけでしょ。パッケージ。でもさ、結局、うん、そのぐらいの短さの方が見てるよね。いや、絶対そうだよ。そうなんだ。そんなんで、あんまり、ね。ビデオメッセージありますで、うん、3分は長いと思う。長いよね。会場の空気的に。うん、それがしかも下ネタ満載で、うん、そのね、新郎新婦のご家族とか、うん、そう、年配の方もいらっしゃるからね。上司とか無料の時はそのぐらい短いよ。有料の時だからな。しっかりね。そこで分けてるのもあんま言わない方がいいし。何が？そんなことない。有料のやつはさ、いや、無料でも結構長くやっちゃってる。高いからね、有料のやつね。うん。結構いい値段するから、しっかりやらなきゃ。ゼクシー経由で有料のやつはちゃんとそれいいよ。しっかりやんなきゃいけないよ、有料のやつは。窓口まで言わなくていい。はい、そうね。そうですね。いろいろあるから、芸人のやつもね。視聴率 6% だったらしいよ。座席感で。なんか、まあ、ビデオ撮ってみようそう、TVer とかで見れますしね。うん。TVer でさ、うん、あなたがしてくれなくても知ってる今ドラマ。見てますよ、私。あれが TVer の再生数すごい多いらしい、うんうん。あ、そうなんだ。夫婦で一緒に見れないみたいな。ああ。家のテレビで見づらいから。見づらいから。俺、普通に奥さんと一緒に見てた。見てるんだ。円満だからじゃない？ちょっとでもなんか、気まずいの時あったよ、なんかさ。うん。黙っちゃう時あったよ。不倫の話？不倫というか、その、なかなかこう、まあ、そういうレスの話みたいな。ああ、なるほどね。話だあ、いや、なかなか気まずいですね。なかなか気まずいですね。あ、そう見てるんだ、一緒に。ええー。あ、そうなんだ。まあ僕の方なんですけどね。あなたがしてくれなくても僕の方、僕から見た目線なんですけど。どっちかとかも言わなくていいですよ、別に。だから、ティーバーしてくれない側、え、してもらえない側。してもらえない側。あなたがしてもらえ、うん、俺がしてもらえなくても。そうそうそう。ザ・セカンド。ティーバーの再生数多いらしい。いや、そうでしょう、ザ・セカンドもそうかもしれないけどね。ね、そうかもしれない。これからね。それ、あの、家族で見るには、ちょっと気まずい。気まずい。ネタとか別にないでしょ。ない。ザ・セカンド？ザ・セカンド。いや、なんか見れないでしょ、金属バットのネタなんか見たら。飛ばした方がいいな。あ、そうですか。あさあ、それではね、そろそろ行きましょう。
This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! さあ、ナイツザラジオショー、今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、一昨日のザ・セカンド漫才トーナメントに出場したマシンガンズのことをツイッターでもたくさん発信していたのが、うん、今日のゲストパーマ大佐。パーマ大佐ってさ、高校生の時にさ、太田プロか、優勝した大会、俺たち、あ、そうそう、審査員、それが一番最初だった。そうなんだ。やっぱそうだよね、高校だよね、高校生、うん、甲子園、なんとか甲子園ってやつ、ね、優勝しなかったけど同じいたのが高松奈々ちゃん。そうだ、奈々ちゃんだ。そうそう、漫才かな。はい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 、なんだっけな。あの時にパーマ大佐だけやっぱり、うんうん、もう抜群に仕上がってて。仕上がったね。そうね、安定感が。中学ぐらいからやってんだよね、あの子ね。そうそうそう。俺だからさ、さっき年齢調べたらまだ29なんだよ。パーマ大佐って。でもその時もだって、うん、そのこなんとか甲子園の時も、うん、あの顔もさ、申し訳ないけど、うん、すげえ老けてたから。そうなの。あいつだけ高校生じゃないですか。15歳年下に見えない、未だに。いや、そうだね。うん。パーマ大佐、ね、うん、今日ゲストということですけども、はい、パーマ大佐の質問もお待ちしております。そして、はい、今日のメールテーマもザ・セカンドにちなんでこちらです。私の再チャレンジ。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120はい、どちらのカードをお使いですか？丸亀シェイクうどん、丸亀製麺からシェイクするうどん誕生。ふるふる、簡単、もちもち、これがお持ち帰りの新体験。丸亀シェイクうどん出た、390円から。丸亀製麺。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、とお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった一分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば、一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によって、なんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら、車高しで検索。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、東京都の目白通りが事故で渋滞しています。
目白通りの上りは練馬区高山4丁目で乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。この渋滞の通過に40分かかっています。千葉県の京葉道路の上りは武石インターで2キロ半渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名インターで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。心を込めてあなたにお届けします。三河健一コンサート2023あなたへ愛の参加、6月7日水曜日、 LINE キューブ渋谷、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？皆さん建設現場と聞いて大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性がありますよ。そんなにですか？すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認はとても大事ですよ。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ショーアップナイタートゥデイ。さあ、プロ野球の最新情報、そしてショーアップナイターの聞きどころをご紹介します、うん、月曜は里崎智也さんです。里崎さん、はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。里崎さん、ジャイアンツの強さ本物じゃないですか？うん、そうですね、ちょっとね、強いですよね。勝ち方がなんか、ね、いいですよ、ね。まあ、坂本丸がね、うん、また調子上がってきたっていうところと、はい、あとはね、オリックスから当然トレードいた鈴木がね、そう、新8回の男になるかもか、ね、なるかもしれない。今のところね、うん、2試合連続で抑えてますし、うん、昨日のあの松井颯っていうね、はい、あの育成の去年のドラフトで入ってきた選手でしたけど、良、ね、かったですよね。良かったですね。まずストライク先行で勝負できたっていうところは良かったですよね、うん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 、あとあのストレートとね、あの150キロぐらいのシンカー系ツーシームみたいなね、うんうんうん、あの球も良かったですし、まあ、最後は若干バテたかなっていうところはありましたけど、あ、まあ、5回まででしたけどね、はい、まあ、十分試合作ってね、うん、育成出身初先発初勝利セリーグで初っていうところではね、そう、良かったですよね。良かったです。ただちょっと敵ながら中日ドラゴンズがね、はい、これやっぱり少しこうちょっともうちょっとなんかどうなんですかね、頑張っていただきたいなっていうのはあるんですけども、でちょっと打たないんでね、なかなかやっぱり打線がね、うん、まあ、でもそれはもうここ数年ずっと言われてたことなんで、はい、投手陣はいいんだけどなかなか打線が援護できないっていうところで、だからまあね、細川の一発とか単発ではあるんですけど、そうか、その続かないですよね。なるほどね。はい、だからそういったところがなかなか厳しい戦いになってますよね。そんな中ね、こう打線はそこまでこの良くないですけども、はい、ロッテが今首位じゃないですか、うん、ロッテの勝ってる要因はただ一つなんですよ。なんすか？相手がミスしまくってくれて、それをうまくついていって勝つ。なるほど。へえ。それ本当もうフォアボールエラーとかすぐ連発しちゃうんですよ。あ、なんでだろう。それをやっぱりつく野球がうまい。そうなんですよ。であと逆にロッテがミスしないんですよ。ああ、それも強いっていうことですもんね。無駄な失点を与えず、うん、相手のミスをしっかりついて、うん、でやっぱり先発投手陣が今めちゃくちゃいいんで、なるほど、でそこでしっかり前半でゲームを作って逃げ切るっていうパターンですね。なるほどね。やっぱ守りの野球なんですね、ロッテはね。そうですね。まあ、タイガースも同じこと言えますか？そうです。タイガースはあとやっぱりあの佐藤輝が打ち出したでしょ。出た佐藤輝。やっぱね、うん、あれが打ち出して下位打線の厚みが出たら、やっぱノイジーね。うん、
前回もノイジーをすごい上がってきたんでね。あとね、あのやっと出てきたミエセス。あ、ミエセスね。はいはいはい。たまに打ってそれがまた効果的なんですよね。ああ、なるほどね。はい、ということで今日は試合があります。ショックナイター。明日は東京ドームで開催される巨人対 DeNA 戦を解説、うん、佐々木和弘さん、うん、実況荒井川アナウンサーで試合終了までお伝えします。はい、ということで里崎さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。辛坊治郎さんを講師に迎え、7月14日金曜日午後2時から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは明日を読む、正しい判断は正しい情報から。この講演会に抽選で100名様をご招待します。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439日本放送食育知識教養セミナー係までご応募ください。6月2日必着です。日本放送ホームページからも応募できます。 ZOO 免税利権みたいなものでシステムも構築されちゃってるし、取るもんだったら公平にちゃんと取れよと。店頭でパスポート見せるだけで 10% 引いてくれるみたいなことしたら、そんな税逃れが横行して悪いこと考えるやつも山ほど出るのはと。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。日本放送ナイツザラディオショー。続いてはこちら、歌詞ツッコミコーナー。さあ今週もリスナーから届いた歌詞ツッコミ、花さんが紹介します。果たして合格の鐘は鳴り響くのでしょうか。行きましょう、はい、まずはラジオネーム今やんさん、パフィーの愛の印です。いいね、感想いいですね。新しい感想、素晴らしいね。炙り出した。あ、うまいこと炙り出した。炙り出し、薬物だけ、薬物だけ、ね、ありがとうございます。ブリンソンだけはね、打って帳消しになりませんけどね。その打つじゃないです。いやーすごいですね。いやーそうか、花さんが普段からやっぱ、薬物ネタが多すぎるから、やっぱリスナーもこういうのが喜ぶと思って、良かれと思って考えてくれる。良くないよね。薬物ネタダメ絶対。薬物ダメ絶対。薬物ネタ絶対ダメ。薬物ネタもダメ絶対。癖になるから。三四郎のお笑いネタと一緒です。癖になっちゃったかも最後。受けるからね。地下芸人を連発するネタとかもね。やっぱり癖になっちゃうから。じゃあ続いてもう一枚。はい。塩ラーメン中盛り、大黒摩季夏。これは私がちょっと記憶が、私のミスですね。これちょっと知らなすぎますよね。ボバをヒンバって言っちゃってましたから。だいぶ何回か飛ばしちゃいましたよね。すいません、すいません。すごい力作でしたよ、これは。あ、そうでした。競馬ネタ。いや、素晴らしいですね。レーンとか、短期免許で。レーン、ジョッキーです。レーン、ジョッキー。俺、レーンって乗ったんだ。ああ、そっかそっか。レースだからね。レースだからレーンがあると思って。レーン騎手がいて、ルメール騎手がいて。そう。松山とかね。藤田奈々子は実力でドクターコパに選ばれてるんだ。どういうことなの？コパのなんとかっていうね、はい、コパさんが持ってる馬がいるんですよ。ああ、ありますね、あります。はい、そのも今主戦と言ってもいい藤田奈々子ジョッキーが。結構それで G1 勝ってたし、そういうことね、地方でね。そういうことなんですね。わあ、いろいろしますね。いや、さすがですね。これは塩ラーメン中盛さん、良かったです。良かったですね。はい、ありがとうございます。という感じで、引き続きたくさんの歌詞ツッコミお待ちしております。rs@1242.com まで送ってください。カバライ金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも、過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔、スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。まずは、0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 うん、
段ボールどこで買えばいいんだろう。それならアース段ボールでしょう。2600種類から選べて1枚から買えて、フルカラー印刷も半台0円で、オーダーはスマホからできちゃうんだよな。それってすごくない？14時までのご注文で翌日配達、最安 3.8 円からのアース段ボール。カバライ金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料でご確認ください。0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで網戸の三越がお送りするハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜は27度、今日も日中夏を思わせる暑さになっています。そろそろ花菖蒲の時期に入ってきますね。横須賀菖蒲園は6月1日から6月30日まで菖蒲祭りを開催します。まだ詳しいことは発表になっていませんが、今年は出店が出たり、地元の牧場のミルクを使ったソフトクリームが販売されたり、お蕎麦など軽食も出る予定です。毎週日曜日には菖蒲園コンサートとして、お琴やアンサンブルなどの演奏も企画されています。さらに6月3日には衣笠菖蒲祭りがこの菖蒲園で開催されます。踊りや書道パフォーマンス、マジックショーなどのイベントが行われる予定です。詳しくは近づきましたら横須賀菖蒲園のホームページをご覧ください。入園料は大人320円と大変お手頃です。今はまだ開花し始めということで緑が多いんですが、約14万株の花菖蒲咲き揃うと、紫や青や白のコントラストがとても綺麗で、心落ち着きのどかな気持ちになります。ゆったりと楽しめる横須賀菖蒲園、見頃が楽しみですね。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。久米さん、今日のテーマが、はい、私の再チャレンジというテーマなんですけど、もう一度チャレンジしてみたい。昨日ちょうど再チャレンジしようと思ったことがありまして、ずっと冬の間寝る前にストレッチとかしてて、すごく体が柔らかくなったと思ってたんですが、はっと気づいたら私何ヶ月も何もやってないことに気がついて、ね、昨日気がついたんです。ストレッチってね、急にねやらなくなるとまた元に戻っちゃうから。そうなんです、もう体カチコチになってまして、はい、もう再チャレンジ、再チャレンジ、挑戦してください。本当に、はい、挑戦します。はい、ありがとうございます。35年、網戸の 3S。 時刻は1時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。広島で行われていた G7 サミット、先進7カ国首脳会議が閉幕して一夜明けた今日、 G7 の首脳やウクライナのゼレンスキー大統領らが視察した原爆資料館が4日ぶりに開館しました。今朝は開館の前から50人ほどが並ぶなど関心の高まりが予想され、開館時間は7月の末まで1時間延長されます。また広島市内の一般道路や高速道路の交通規制も今日全面解除され、広島の街は少しずついつもの日常に戻りつつあります。 G7 広島サミットが無事に終わったことについて広島市民の反応です。
まあ、無事に終わったことは広島市民として、まあ、誇りに思うといいますか感慨深いです。安心しました。何事もなくね済んで、今もおまるさんがみんないらっしゃらなくなってね大変だっただろうと思います。やはり広島であったという意義は深いと思うんですよね。ゼレンスキーさんもいらっしゃいましたし、世界の平和になればいいなという思いはあります。やっぱり広島であった意義があるようにと願います。こうした中、広島を昨夜出発したゼレンスキー大統領は自国民向けの動画声明を出し、世界は私たちの立場に耳を傾けてくれたと述べ、一連の外遊の成果を強調しました。また広島サミットはウクライナ問題が主要議題で、ウクライナ人は特に尊重されたとし、G7 に感謝の気持ちを表明しました。次に、写真共有アプリのインスタグラムで今朝一部の利用者がアクセスできなくなる障害が一時発生し、日本では4000人以上に影響が出ました。インターネットの通信障害をまとめているサイトによりますと、障害は日本時間の午前6時45分頃に発生し、午前9時過ぎに収まりました。欧米などでも数十万人が影響を受けたということです。バイクや自転車が燃える不審火が相次ぐ千葉県浦安市内で昨夜、マンション駐輪場のバイクや自転車が燃える火災が、焼ける火災がありました。怪我人はいなかったということです。警察は放火の疑いも視野に関連を調べています。警察によりますと、昨日午後10時過ぎ、千葉県浦安市明美4丁目のマンションの駐輪場で、二輪車が燃えていると近隣住民が警察に通報しました。この火災でバイク1台と自転車1台が焼けました。駐輪場はマンションの1階部分にあり、誰でも出入りできるということです。今回の現場からおよそ600メートル離れた別のマンション敷地内の駐輪場では、今月3日から14日までに火災が3件発生し、バイクや自転車合わせて35台以上が焼けていて、警察が捜査を進めています。おしまいに、アメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手は21日、ツインズ戦に3番ピッチャー兼指名打者で出場し、ピッチャーとしては6回まで投げ2安打1失点と好投しましたが、6勝目はなりませんでした。一方、バッターとしては3打数1安打でした。なお試合はエンゼルスが4対2で競り勝ちました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。聖子松田コンサートツアー2023パレード、6月10日土曜日、埼玉スーパーアリーナで夕方4時開演。チケットは5月27日発売開始。お問い合わせは0570-003337、サンライズプロモーション東京まで。来てますね、はい、中谷志乃さんですね、ナイツのビデオメッセージは長いとおっしゃってましたが、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロでナイツさんが送ったジングルメッセージも過去最長の長さで、フワちゃんにも投げよと切れていました。いまだに長いジングルメッセージが来るとナイツすんなよと切れてます。なんでだよ。ジングルメッセージって どんなの撮ったんで、過去最長の長さです。そう、長いうん、投げよってフワちゃんが、でもうナイツすんなよって やっぱ寄せの何寄せで来たからTikTok で来てないから。そうだよね、寄せで、寄せ育ちだから、師匠がさ、そうそうそう、内海恵子師匠が何より長いから、長いしやらせても長いから、そうしっかりね、本当そのやっぱそうそうそう、出雲ついでるよ、出雲ついてるからね、指定だから、ナイツすんなよ、ナイツすんなよっていうのは嫌だなっていうツッコミがもうあるんですって。これはもうでもツイッターでもフルでつぶやいた人だから稽古師匠、そうだね、つぶやきの文字数フルで使ってたからね、稽古師匠はなかなかいなかったですよね、うん、長いって言われちゃってもそれは罪稽古一問ですから、それはもうしょうがないです、そんなですね、しょうがない、俺たちの生き様だから、サービス精神だもんね、サービス精神だから、それはもう稽古師匠すんなよってことかな、じゃあ稽古すんなよ、裏でも言われてたね、漫才協会の若手とかに投げよ長いって、罪稽古じゃないんだからってね話投げようと言われてたからね、はい、さあということで、引き続きメールお待ちしております、はい、この後はパーマ大佐登場です。ペットショップマルワン、初めてのペットはマルワンへ。ただいま全店でお客様大感謝祭を開催中。今だけお求めやすい価格で皆様のお越しをお待ちしております。マルワン大感謝祭、マルワンで検索してね。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。
まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。クリピーナッツ with ジーマ。クラブで、フェスで、ライブで、みんなでジーマ飲もう。それがクリピーナッツのレコメンド。とりあえずあげてこう with ジーマ。飲酒は二十歳になってから。Cháu nó rảnh rỗi thì nó chở Diễm vào thăm một cái di tích lịch sử, một cái địa điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đó là quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì nhân cái dịp này thì Diễm cũng xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe và xem cái phong cảnh. Và Diễm xin gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát về cái chủ đề quê hương của mình. Đó là một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được mang tên Quê Hương. Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm vua nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về nó lắng nghiêng che. Quê hương là đêm trắng tỏ hoa cao rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nữa.